願いします。お疲れです。はい、冬の儀を行います。何の開封するんですか。開封の儀はいいですけど、嫌がるだろ、もうアイコスじゃ。お、いいの、なんか新しいのが出たらしいんですよ。俺コンビニで何個行ってもちょっと売ってなくて、はい、ちょっとまあアイコスショップ名義にあるから、はい、アイコスショップまで行ったんだよな。行きました。で、はい、でたまたまさ1人2個しか買えんって言われて、はい、でまあまあ2個買ってこうって言って、はい、新型、ね、いやこれ本当にいいと思うよマジで。めっちゃなんかテカテカしてますけど、ちょっとさやっぱ行って金持ちじゃん。行って金持ちじゃん。はい、で俺はその、まあ、じゃあ高い方でいいよって言って、はい、高い方行っちゃったんですけど、はい、でそれの方がなんかアルミでなんかいいとか言って、確かにこれアルミだって言ったわ。あとこれが本体ですか、ね、これ高い方でやすよ、いくらかな、8000円。まあその辺も調べて、俺別にあの紹介動画撮ってるかもしれない。そうですね。ちゃんとでも職人さんいいと思うよ。何って言ったらこれなんか、まあ、まずねこれなんとかブレードってねえんだわ。なんとかブレード、その熱くなるやつ。ああ、あの 加熱するやつですか。そうそう、だから掃除しにいい。おお、ちょうどこれ1本吸ったじゃん、はい、お前たぶん吸わんなの。僕吸わないです。ほらこれ、これ口つける。ああ、はい、反対もこうやって、ま、分かんないですね。だからもう汚れねえや。でしかもこれ見とってよ、はい、さ、音出るかな。あ、もう電源入った。あ、刺すだけで電源入る。そうそうそう。で、これちょっとアルミだからちょっと質感がな、ちょっと滑るけど、なんか結構いい感じ。そうっすね、見た目が、ね、高級感はありますね。で、これが俺黒と 2,、はい、2個買ったんだろう、はい、で、俺は2個しか買えんもんで、はい、まあ、これ2個買って、はい、で、結果この友達に聞いたらお前おるもんで2個欲しいって言って、で友達はもう高い方でいいよって言ってたんだけど、はい、これぶっちゃけこっちの方がいいんかなと思ったの。これ買っちゃってから。そういうことね。なんかこれ従来のなんかアイコスっぽい感じ、ね、そうそう、アイコスっぽいし、でこれちょっとなんか上質になっとるじゃん、はい、見た目も滑らなくなっとるじゃん。結構持ちやすそうな感じで、そうそうそう、滑り止めついとるような感じ で棒は一緒やん、はい、あ、もうこれいける、早い。でこれ出が早くなった、この充電っていうか、これほんと結構何十秒か待たなかったわ、はい、あ、もう刺して本当にすぐいけるみたいな、何秒なんか知らんけど半分ぐらいだったんちゃう。おお、これもあの、これアイコスめっちゃ持ってんだわ。めっちゃ出てくるんですよ。2個出てきて、3個3個アイコス。掃除もしなあかんし、はい、3個まとめて持って、まあ、車用じゃないけど、だけど、まあ、これはね、いや俺いいと思うよ、掃除しにいいから。掃除どれぐらいかしらの説明書ついてるし、掃除しなくていいっていうのはでかいですね。でかい、俺結構ね、豆に結構掃除してんの。あ、でも結構いろいろ色とかもあるんですね、こうやって見ると。いろいろ4色ぐらい、なんかでもこれ見ると結構ありますね。いや、それさ、オプションでなんかつけれる。ああ、いろいろまたそういうのは別にダサいじゃん。まあ、いらない人はいらないですよね、うん、まあ、とにかく俺が見せたいなと思ったのは、まあ、はい、せっかくだり買ったから、アイコスってもう職人必須やん。で休憩ってさ、はい、10分地獄で一気に吸いたいから、はい、結構職人さんって2個持ってる昔は。あ、もう今2本吸いできるからいいけど、はい、前は2個持って、はい、もう2本同時に吸うみたいな。あ、バカバカバカ交代な、はい、これ吸って終わったらもうすぐ2個方で充電して、はい、で吸うっていうけど、で俺はまあ2個持ちがいいんじゃないと思うけど、あ、まあ、だこれはまあ2本同時に吸えるよな、前と同じ で充電器がね、ちょっとね、ちっちゃくなったでしょ。あ、コンパクトですね。コンパクトになった。で充電はもともと120分だけど、はい、130分ぐらいだったかな。あ、ちょっと伸びたんですか。うん、だってもう直接棒刺してないので、加熱は外からやっておいて、熱が熱いんじゃない。だからもうアルミしか持たんのじゃない、逆に。そういうことですね。これもともとアルミじゃないんだよ。あ、古いやつはどうですか。うん、これもともとなんかプラスチックみたいなやつや。ああ、そうですね、なんか軽そうな感じの。なんかこれ取って掃除だけど、これも一切取れんもんな、はい、もう一体型っすよね、本当に、うんうん、で掃除も一切ない。ちょっと大きくなったのかな。あ、気持ち大きいですね。バッテリーがちょっと多いんかもしれない。あ、ちょっと全体的にちょこっと大きくなった分少し多くなってるような感じです、ね。これ絶対タイプ C、USB からタイプ C に変わっとるもんで。ああ、本当ですね。だ充電は絶対早いはずなのは。早いですね。タイプ C の方が早いじゃん。早いです。で、もうあのこれはね、味は全部同じだって元の。あ、変わってないですか。うん。ほとんど一緒のやつが全部ある。ああ、そうなんですか。ただ棒は同じやつ使えないの。あ、またそうですよね。これまた専用のやつですね。専用だけど、こっち専用だけど、あ、書いてあるじゃん。イルマ、アイコスイルマ。まあ、イルマ専用って書いてあります、ね、うん。イルマのこっちバージョンか、こっち高いバージョンか、安いバージョンかで、まあ、何色かあるのみたいな。こっちが5種類ぐらいかな。はい。で、これが確かアイコスショップ限定の色とか。あ、そうなんですよ、この色が。コンビニに売ってないって。ああ。で、これと赤が売ってないでしょかな。で、これはちょっとわからん。俺もあんまり限定とかあんまり興味ないもん。友達に頼まれてるんだもん。言ってましたね、それ。うん、それ電話でな。はい。1個ずつ買ってくれるって言って、2人でおるで、4個まで買ってこれるで。そうですね。いるなら買ってくれる。アイコンショップって名義で、まあ俺も15分ぐらいだけど、嫌じゃん、行ってな。まあぶっちゃけそうですね。めんどくせえじゃん。はい。うん、で商売やってるやつなんか、なおさらじゃん。もう一定味は濃い気がすんな。フレーバーは変わってても変わってないんですよね。うん。でも味が濃い。味が濃い。熱がすごい強いんだよ。あ、いや、これよりだってワンの方が一番最初の1本しか吸えんやつの方が濃いってみんな言うもんな、
あ、やそういうことですか。あ、やっぱりって言われてたじゃん。いやいや、吸わんのに吸わないからよく考えたらそんなことないです吸うわけないよ。吸うだろお前それよく。あ、そうですね。知ったかぶるだろお前。若干あります若干あります。ぶっちゃけこっちよりこっちの方がいい気がするな。なんかこれ出せんだよな。いや俺なんかカバーがついてかっこいいパカンとこうやってやるやつかな。なんかちょっとカバーで ここだけ見ると少しそうですね、安っぽく見えちゃう感じは、うん、なんかエルメス目指したけど失敗のエルメス。ちょっと中途半端になっちゃいましたみたいな。こっちの方が高いやつだな。2000円か3000円高いからこれ。でこっちの普通のモデルのやつもいいでしょ。いつものアイコスって感じですね。だよな、はい、こっちもいいよな、うん、ねえ行って失敗かな。いや俺こっちの方が良かった。もう金払っちゃったんだと思う。両方とも高いの買っちゃいましたもんね。そうでも実物見たんじゃなかったですか中で。俺じゃあこれじゃないと思ったんだ。ああそういうことですね。こういう感じでなんかこうカバーがついてパカッてあるとかなんかこういう風に取るのかなと思ったの。これがこれ革だけでカバーしてんだ。そうですよね。なんか落ちそうじゃね。なんかこの辺のこれ マグネットなんですか。マグネット、マグネット弱くなったらなんかポロッといきそうっすよね。落ちんだ。どれでも落ちんだ。落ちんすね。あ、結構カチって言いますね。結構ことが。あ、ここがここのへこみにここが、あ、こうなってんだ。おお、考えられてる。やっぱりちゃんと落ちないようになってますね。なってるよ。なってるよ。ちゃんとなってますね。うん、アイコスショップはまあ全国にあるのかどうか知らんけど俺は、まあ、はい、ね、大きいところだったらあると思うけど、そうすると限定色もあるし、これの装飾品、はい、ここだけオプションパーツみたいなやつですよね。うん、やっぱこれ素で、俺あんまり好きじゃないな。もうなんかメタリックな感じでつるつる質感とかいらんじゃん、はい、なんかそこにおしゃれな思うって感じやな。握りやすくて吸いやすればいいんで、まあ、でもいいかな。俺こっちの方がいい気がする。もう掃除しんでいいっていうのは超時間だよね。一番大きいところがやっぱそこっすから。そう今結構めんどくせえんだわ本当は。あれ24本でも1回掃除しなかったね。あ、もう決まってるやん。毎日1個しか持ってなかったら毎日掃除しなかった、ね、あの親とか吸ってるのに見るんですけど、うん、なんか細い爪楊枝とか綿棒使ってガサガサいや、こんなめんどくさいことするなと思いながら。そうそうそう、俺の家であの濡れ綿棒100均で買っとる。あれ専用ですか。専用とか専用じゃないけど濡れ綿棒で今100均に売っとるもんね。はい、それが綺麗に取れますか。それが一番綺麗に取れる。もともとアイコスにも濡れ綿棒がついとんだわ。もうそれで取ってくださいよみたいな。まあ掃除カシャカシャってするやつと濡れ綿棒がついとんだけど、はい、でまあ俺は濡れ綿棒自分で買って、濡れ綿棒だけでも十分いけるわ。綺麗になだけど、これ掃除しんでマジいいわ。その作業すらもいらなくなったってことですもんね。いやいやいや、マジでこれ、まあ、こんな感じですか。はい、紹介になった。割と気になってる人にはこういう、いいよなこれな。そうですね、まあこんな感じです。まあこっちと棒は変わんないってこと。そうですね。これ以外ね、はい、ネットでも注文できるはずだから。はい。ただコンビニでは売ってねえぞ。なかなかなかったっすね。うん。まあゲットしてくださいよ。はい。まあこれ本当にでも職人さんには向きだわ。掃除しに。めんどくせえじゃん。きれいにしたがらんじゃん。吸って使い終わって充電だけしてまた吸ってみたいな感じで、ね。ああ、そう。ひたすらそれだけなので。タバコもまあこっちに変えちゃう。まあそのこれ持っとる人は両方買わなかんでめんどくさいかもしれない。予備で持っといてもいいよな。ずっと車の中に置いておくとか。ああ、はい、うん、で、なんかあった時に、まあ、コンビニでちょっと、ああ、今日は吸えたもんでコンビニではこっち買おうみたいな感じで、はい、それから友達が吸うとかそうですねそうこっちで新しく買えたらみんなこっち持っとるやん。そうですね。だからこっちのタバコはみんな、あ、ちょっと一本ちょうだいとか言って、こっちはあります。多分みんな持ってますもんね。新しい方また専用になって変わってくるんで。いい。ただ10月からまたタバコの値段上がるでしょ。上がりますね。いくら上がる。50円。50円、結構上がってきます。年々上がってきますよね。みんなそう言いますね。そう言ってあの思っとるっすね。それであの、ま、周りで辞めた人間見た試しないです。そんなことないよ。そんなことない。僕の周りではいないです。社長どっちですか。お酒辞めるかタバコ辞めるかって言われたら、どっちも別に辞めようと思うんだけど、酒はただ仕事の付き合いで飲む。まあそうですよね。飲まんと誘われんじゃん。うん、そうですね。まあ行こうかって言われちゃう。まあ行って、だってお酒なんか俺使ったお金も半端ないけど、多分稼いだ金も半端ない。お酒で稼いだわけじゃないけど、はい、あ、本人たちと出会って、仲良くなって、って、うん、で、また一緒に行こうかとかあるじゃん。はい。まあ付き合いはいいんだけどな。ただまあ、付き合いはないでしょ。酒飲んでないと。ないっすね。いいんじゃないでしょうか。はい。はい、今日の動画は何かしらけど、アンケートも何でもないじゃん、本当に。全く関係ないですね。あ、もうこれはもうアイコスは絶対みんな喜ぶでしょと思って、職人さんは絶対喜ぶな。そうですね、これはあった方が便利ですね。まあ、これから俺はこうになってますんで、はい、まあ、パッと行ってパッと帰るとは思いませんでした、ね、これプレゼント、サイン入りでプレゼント。え、1個5枚たやっぱりそれプレゼントじゃなくないですか。サイン入りプレゼント。それだったら新型アイコス買えますけど。新型アイコス、僕買えるな。1.8000円とかぐらいだったら。そうですね、
普通のやつが1万ちょっと超える、1万2、3千円ぐらいですね。なんで俺は多分安い方がおすすめかな。ちょっと張り切ってなんか可愛い女の子があの接客しきなので、私にはタカは2つ買えるぞ、2つだよ、どうもどうもいいよって言っちゃった。言ってたろ、ちょっと言ってたろ、ちょっと言ってました。ちょっとっぽい感じだったろ。ちょっと顔つき変わったなって。嘘つくんだお前。視聴者の皆さん、はい、こんなカメラ兼編集長、まあ、編集長って言っていいのかどうか分かるんですけど、まあ、早いですよ本当に。もう簡単に編集長って言わせんやめてくれます、はい、最低3年勤めたらな。3年ですね。はい、以上になります。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、これ見てみて。開けたらタバコが入っとる。入っとんだけど、はい、これほらブレードがもう中に入ってんやん。もう中に全でこいつがもうなんか電子の力かなんかで感じすんちゃう。だからあの今までみたいに外にもそうそう細いアルミニアが入ってんね。これが加熱して燃やしてんだ。すごいな。わ、分解したら意外と、うん、分かりましたね。加熱してカメラ止まったら、さんに殺されるじゃないですか、僕は。そうです。使いますよ。使ったら怒られるんで。以上です。はい。